22日に特別通信政策委員会っていうのがですね、総務省で開かれあれて、見た、ひどいわ。19日にそれが発表されて、20日には締め切られてて、参加申し込みが。で、22日に開催なんですよ。前回のね、通信政策特別委員会が、民間の通信事業者が来たから紛糾したじゃないですか。今回、総務省の人と御用学者だけだったんですよ。いや、私は依存ありません。NTT もなくてもいいんですよって言って、賛成の人ばっかりで、そしたら議長がですね、まあ、議論もなんかちゃんと出尽くしたところで、みたいな感じで締めるんですけど、おいおい、みたいな。開いたっていうアリバイ作りですよね。傍聴者からの意見は絶対にその言えないんですよ。何度も挙手ボタンを押してるんですけど、当ててもらえない。誰でも参加できますよって言ってても、見てるだけですよってやつなんですか。で、ね。最後に大臣、松本さんが出てきて、いええ。や、いろんな意見が出てきて、よかったですね、おしまいみたいな。